昼から語りバーインコ座オープンですいらっしゃいませ語りバーバーテンダーの中里ですお客様お好きな席へどうぞでは当店のシステムを紹介いたします金曜日の昼下がりのひととにお客様とのお話や番組での意見交換を含めてお酒のうんちくを添えながらバーにいるようなそんなラジオそしてこれらを混ぜ合わせてカクテルメニューとしてお出しするのが当店のシステムになります お酒のうんちくやこのバーに来られるお客様との雑談も今日の夜の良いおつまみになると思いますよ放送中に何かしらお聞きしたいお酒やまたこのカウンターに来た時のオーダーについてなど気になるものがありましたらぜひコメントお待ちしておりますこの番組ではメッセージを募集しておりますメールアドレスは 761-fmcoza.jp 761@fmkoza.jp ファックスは098934の8653 098934の8653また FM 小座ではユーストリームで映像と音声を配信しています。FM 小座のホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。ツイッターとも連動しているので、たくさんツイートしてくださいね。 はい今週も昼からカタリバーインコザバーテンダーの中里でございますこれからですね約20分弱フリートークといいますかこのカウンターでのお話バーでのいろいろを皆さんと一緒に語っていきたいなと思っておりますでは CM を挟みまして今夜もまだお昼ですね今日もカタリバーのカウンタートークをお楽しみくださいでは後ほど はい、えー、ということで改めまして、えー、バーーテンダー中里です今日はですねちょっとあのネタ不足というわけではないんですけどもあのリスナーさんがもしねコメントいただけるんであれば今日のオーダーを実際に、えーえー、質問という形で聞けたらななんていうのがありまして。 まあ自分の,ねあの前調べ抜きでの自己挑戦というのノリでチャレンジしてみたんですけどももし今、お聞きの方で何かしらーメールでありツイキャスでありコメントいただける方ーオーダーダお待ちしておりますはい金曜日、ですねこのスタジオから見える小屋北の交差点まあなかなか今日交通量多いですねまあ6月も半ばに入りまして今日10日ですか、う。ん これからまたいろんなお仕事上がりであったり、まあ、今からお出かけであったりさまざ、あ、まなご要件がありながらという感じだとは思います。でですね先週から出ていただいておりましたアシスタントのゆみちゃんがですねちょっとあのパタパタしててということで。 あのー、今日う、まあ、1周目、まあ、もうゲスト扱いになっちゃうんですかね、あのー、ちょっと今週はお休みで、また次週から、えー、参加したいということでお話しいただいております。まあ、もしね、えー、お聞きしているんであれば、まあ、何かしら、ゆ、ま、み、あ、ちゃんもコメントいただければなと思います。 で今週もですね、まあ、いろんなことがありまして、えー、私が本職働いています、えー、沖縄市五屋1丁目ですね、まあ、バーブローも、まあ、楽しく営業させていただいておりますで今週はですねあのまた金曜日にあの飲み放題というこのフライデーパーティーという形であの、まあ、盛り上がる何かやっていきたいなと思ってるんですけども まあ何かまあ、その何かって何だろうっていう話になるんですが、えー、これ実はですねあの飲み放題プランという形で2時間2500円、えー、これをですね、えーまあ、お二人様からですねあのお一人様には申し訳ないんですけども、まあ、誰かあの誘ってきていただければなと思います、えー、これをビール泡盛りカクテルという形で まあ実際に、えー、自分たちの値段設定からすると3倍以上飲むんでしたら、まあ、そのプランでおすすめしてで、まあ、せっかくですしねはいお疲れ様ですよくあの放送日に勝ち合うお姉さんの手を振っていただきましたあ、えー、と改めまして、えー、このえどこまで話してましたあ フライデーパーティーのあれですよね、えー、2500円の飲み放題を2人様からご注文を受けてますよということで、まあ、せっかくですし、このカウンターでみんなでおしゃべりしましょうと、まあ、このプランを先に、えー、サービスをです、ねまあ、先に設定して、まあせっかく、まだ来たことない方も、これを機に、まあ 遊びに来てていいいたただけららななっていうののも含めながごご企画でございますでまたですねこの金曜日に関して毎週毎週なんですけども、まあ、いろんな企画ごとやっていきたいなと思っております。まあ、それこそ音楽だったりねほ、まあ、他のものでも楽しいかなとも思いますしまあ今回はちょっと飲み放題プランでまあ 実際にこのカクテルを楽しんでもらおうって感じの企画ですね。まあ、それから挟んでの、まあ、翌週はまた別のことまた翌週は別のことなんていうので、まあ、常にこうお客様にサプライズを与え,き与えることが与えるって言った上から目線ですかね、まあ、このサプライズをしていきたいなと思っております、まあ、実際にバーに来てあのしっくり飲むのも楽しいんですけどね うんまあ、こういったこともやっていきながら、えー、このバーテンダー中里と,と、えー、一緒に遊んでいただけたらなと思いますでああとこれ言うの忘れてたんですけど、えー、受付がですねオープンが20時なので20時から1時までの時間を受け付けていきたいなと思っておりますでもし場所がわからないとかそういった部分でもありましたらそういうのはあのあそういうのも えー、全然、このお問い合わせいただけたら対応させていただきたいと思ってますので、えー、バーブローですねよく場所がわからないというかこのちょっとあの五屋の一丁目通り五谷一通りってあるんですけどもあのそこの一番奥のビル、まあ、たまにですねちょっと入ってすぐんであっ 看板ないからちょっと分かんなくてスルーしちゃったっていう人もいたので <laughs> まあ実際にこのネット検索であったりっていうので、えー、スペルがですね、えー、BAR の、えー、BROR、えー、こちらで検索するとあの Facebook ページでまた店舗紹介のページに、えー、地図などを掲載しておりますでそこでもしあの、えー、お問い合わせがですねちょっと Facebook でしか対応してないんですけどもあの このメッセージ送っていただければその方で対応させていただきたいなっていうのもありますのでよろしくお願いしますで早速まあちょっとですねパタパタしちゃってるんですけども今日ですねこの FM 講座の皆さんに一つ確認をして まあ、アシスタントさんが来れないということだったので、うんまあ、もしよ,よければ電話とかって対応できるんですかってこう、さっきちょっと確認したんですよ。でそしたらああ、大丈夫ですよっていうことで、この温かいお声をいただきましたので、まあ、アシスタントのユミちゃんですね、まあ、少しだけでも出ていただけたらなというので、ちょっと連絡を取ってみます。 でもすごいですね、まあ、こういったものもありながらまた、あ、1週目から出ていただいて、自分たちの放送の後からですねで出ていただくあのた、ね、平葵さん、今、スタジオに、えー、到着いたしました、お疲れ様です。 でも FM 講座も本当にあのこの前山内さんと <laughs> えこの FM 講座の山内さんお話したんですよ。いろんな番組増えてね本当にすごい勉強になっております私もあの。今日はあのちょっと早めに入ったので、えー、なんで,もうですかラジオリスナーになって。 ツイキャスのコメントなんかも一緒にしたりしながらっていう、えー、小勢さんの番組ですね、うん、すごいお試し企画とかあってすごい面白かったです実際にシェーカー振ったりとかいうのもやるやるって言ってやってないですからねこれも今後やっていきたいなと思います 電話したいと思いますってあったんですけどもつながらないので、えー、まあせっかくなので今日はなんかお酒のお話を、えー、集中的に、まあ、本来のバーテンダー中里としての、えー、企画でいきたいなと思います<行>、えー、失礼しましたこのカクテルっていうものを に関しての由来であったり、まあ、お酒の起源であったりいろいろお話しさせていただいた、えー、お茶、きめっちゃかみますね、ちょっと一回深呼吸してはい、えー、改めまして、えー、このですね、実際に関し実際に。う もう皆さんがですねこのお手元にまた晩酌であったりですね仲間との飲み会であったり、まあ、商談であったりさまざ、あ、まな理由があると思うんですけども、まあ、そういった部分で飲むお酒たちっていうのは本当にさまざまな種類がありまして、まあ、そういう中でも私はでいろいろお話しさせていただいたのがあの洋酒に関してのものなんですけどもたまに日本酒であったりワインであったりとかね、まあ、そういったのも話ししながら。 でやっぱりあの泡盛とかこの地酒っていうものを、まあ、最近地酒はすごい流行っている中でですね、まあ、沖縄でいうともう泡盛がありますがこの泡盛も銘柄様々にありましてであの実際に本当に県外とか行ってもう見かけるとおっていうのがあるんですけども、まあ、飲み口としては本当に皆さん、えー、メーカーごとにですねさまあ、様々なものがありながら、えー えー、最近私はですねあの菊のつゆさんであったりっていうのを頂い,いております、まあ、実際にあのこのバーを始めてからこ研究っていう形でですねいろいろ飲ませていただいてるんですけども、まあ、実際にテイスティングっていうものに関して、えーえー、分かりやすく。 ワインのソムリエさんたちとかいろいろマッチング、えー、実際にあのマリアージュって言葉を使うんですけども掛け合わせなんていうもので本当にあのプロの方たちは食材であったり何であったりってあるんですがこの飲み口に関して例えるっていうものを、ね、重視してフローラルであったりスモーキーであったり、えー、ピーキーであったりっていろんな呼び方があるんですけども、まあ、そういった部分での、えー まあ実際に自分が先に飲んでみての飲み口に合わせて、えー、であと比重であったりとかですね、まあ、そういったものの勉強をしながら、えーまあ、飲みすぎちゃうところはもう常にいつも反省点ではあるんですけども、まあ、そういった部分でお勉強させていただいておりますですね えー、このウイスキーに関してはよく自分がウイスキー好きなんでこういろいろお話しさせてもらうんですけどもよく原材料っていえばもう本当にいろんなものがありますからねこうやっぱりウイスキーイヤーが入ってからはもうかなりウイスキー人気が高いものが多いっすですで、えー、アイラモルトですねアイラモルト アイラモルトはなかなか。よくラフロイグボーモアなんて。こうキングとクイーンなんていうのもありながら。お、今日やはり、なかなかですね。あの。交通量が多い。沖縄市でございます。え、もしかしたら、今日は、あの、バーブローのお客様の入りも期待できるんじゃないでしょうかね。 せっかくなのでこのお話し,したいなと思うんですけども実はですねあのリスナーさんでですねあの、まあ、ご本人ちょっとお恥ずかしいとよく言われるんですがあのこの FM 講座の語り場を通じてですね、えー、バーブローに来ていただきまして、えー、仲良くさせていただいているお客様がいるんですけども、まあ、実際にこのありがとうございます。<笑><笑> 吹いてしまいました、えー、久々にコメントいただいておりますソナタンさんですね中里さんちょいぽっちゃりしたっていうことなんですけどもやっぱバレますかねかなり太りましたよあのこれからダイエットしたいなと思っておりますあのライズアップとは言わずともねあのまあ実際に昔ちょっとあのダンスをしてた経験もあるので、えー ぜそういえばあの、ズンバとかもね、最近あのちょこちょこ流行ってるみたいなんで、あ、もうちょっと遅いのかな分 <laughs> かんないですけど、まあまあ、その動いて動いて、まあ、汗かいてっていう感じで、痩せていきたいなと思っております。あおっとそういった部分では、最近あれですよね、糖質オフとか、いろんなお酒もあるであのまあそういった部分では、あの 自分もちょこっと勉強させてもらってるんですけどもそのさんの質問でちょっと思い出したのがありましてあのよくですねあの発泡酒とあの生の違い教えてっていう質問もあったりするんですけどあのそういった部分であの糖質オフであったり、まあ、カロリーオフであったりっていうのがあのどうしてじゃあできるのかっていう部分も 質問を受けたりすするんですよね、まあ、実際にビールを作る部分にあたっての,この調整を利かしてるのかそれとも品種なのかとかまあいろんなあれですねまあ話があるんですけどもまあ実際この製造元の流れで後ろに原材料なんていうのを見るといおーって納得するところがあるんですけどもあの実際折に、えー、失礼いたしました。ええ 俗に言われるビールですね生ビールに関してはもう皆さんがご存知の通りの製法を行っておりますでその分に関して発泡酒というものになりますと、えー、この発泡をさしているこのお酒っていう部分の区分であの枠付けをすると意外とそ,そこからですねあの各メーカーメーカーごとに その起点を利かすといいますか、まあ、この違いをつける部分での製法を少し触れることができますでそういった部分でですねその材料を使う中に糖質を抑えてまたこのカロリーを抑えて、まあ、いろんな皆さんこのメーカーごとの手法があっての今このカロリーオフでまた糖質オフで、まあ、ノンリミット、まあ、いろいろ出ているわけですけどもここ本当すごいですよね。うん まあ実際にちょっと、まあ、ビール糖っていう部分に関してはやっぱり生だなっていうのもあるとは思うんですが、まあ、飲み口飲み口に関して、まあ、実際にこう俺みたいにですね、まあ、ちょっとぽっちゃりしてきたなとかでもビールが飲みたいなとか、まあ、そういった部分があるとまあそういうのでこの健康志向にお酒を飲むっていうのも。 まあ楽しい夜のひとときになるんじゃないでしょうか、まあ、実際そのたんさんはあの前回出ていただいた時にあ,のあれですよね「チューハイが好きと」とストロングのやつ自分もあの,あの放送の後から飲んでみたんですけどもう全然飲み口もバッチリおいしくいただけましたうん 今度、園んさんともね、また乾杯したいなとも思うんですけど、はい、えー、ちょっとあれですね、今日ちょとちょこちょこ詰まっちゃって申し訳ないですね。 ぜひあの次週、ね、またアシスタントさんも入ったときに企画ごとも組んでいきながら楽しみたいいなとも思いますあ、まあ、改めまして私、ですね、まあ、このバーテンダーっていう業務をして、まあ、大体4、5年目になるんですけども、まあ、こうお酒のいろいろ成功であったり失敗であったり。 まあそういったのも含めながら働かしていただいております沖縄市五屋一丁目バーブローですね FM 講座から見て五屋北の交差点がありますこれを五屋十字路にまっすぐ向かいましての左手側目印が五屋ケーキさんをですね左に曲がりましてこちらをまっすぐ向きますといろいろ飲み屋が というか看板,看板が並んでおりますでその看板をまっすぐ進んで一番奥のビル右手側にあります右手側の一番奥のビル2階バーブローですねこちら階段を上がっていただいてカウンターを開けていただくと雰囲気的にはオーセンティックな感じではあるんですが、まあ、ラフに楽しんでいただく場でも使っていただけたらなと思いますそこでですね 店内風景はちょっとまあ黒を重視してまあシックな感じで仕立てております。まあ、そこにバックバーを並べてえカクテルがだいたい100種類弱ですかお出ししてます。でそこにえービールとえー泡盛泡盛がちょっとですねちょっとバックバーが狭いものであの棚奥に。 しまってあるんですけども、まあ、ぜひこちらオーダーいただければ、えー、こちらグラス取りから対応させていただいておりますでそこにですね、えー、ウイスキーに、えー、ワインも数本置いてますので、はい、ご注文いただける際はよろしくお願いします、まあ、そういった部分のこのお酒たちのマリアージュ、まあ、さっき言った掛け合わせといいますかですね、まあ、出合わせるという意味で、えー おつまみも、えー、日替わりでご用意しておりますので、まあ、そ,そちらも、えー、ごお楽しみいただけたらなと、はい、お客様にはですねこうよくお通しがおいしいお店なんて言われてるんですが、まあ、そういった部分もあのあそ楽しみながら来ていただけると嬉しいなと思います、まあ、そういった部分でほんとご飯食べに来たって言ってきてくれる方もいますのでねであといろいろさまざまな用途はあの お客様とのお時間、えー、私、えー、ご一緒させていただけたら、えー、本当にこうようなお話でございます、まあ。いろいろバーテンダーさんとしゃべりに来たっていう理由でも全然構わないので、まあ構わないっていうのは、まあお、お酒をですね、今日は飲まないけど、まあ、普通におしゃべりして帰るわっていう感じで遊びに来ていただいても全然構わないので、はいまあ、その時はソフトドリンクもさ、えー、まざ、あ、まご用意しております。 まあ実際にカクテルの材料に使うものに関しては、もうばっちりご用意しておりますので、こちらもぜひノンアルコールカクテルなんていうのもね、まあ、たまに飲んでみるとあの新しい発見があるかもしれません。き、えー、今日金曜日ですね、あのフライデーパーティー、えー、先ほどお話したし,、えー、お話したんですが、えー、改めまして、えー 8時から1時の受付で、えー、飲み放題2時間の、えー、プランをご用意いたしました、えー、こちらがですねお一人様2500円ビール泡盛りカクテルですねカクテルに関しては、えー、私が実際に、えー、このグランドメニューの中にあるものから、えー、作らせていただいておりますそれ以外もですね、えー、極力材料がある分では対応させていただきたいなと思っております先ほどお話しした、えー、100種類ちょっとですね まあ、そういった部分でいろいろお酒の勉強をしながらっていうのもいいですし、まあ、これを機会にいろいろ今まで飲んでみた、えー、飲んだことないお酒を飲んでみようとか、まあ、そういったお気軽な感じでお使いいただければなと思っております。まあ、せっかくの金曜日、えー、まだ6月もね初晩10日、えー、今から中頃に入りますから、えー、皆さんでね、えー、カウンターを彩って楽しんで、えー、一緒に楽しみたいなと思っております。 そんなこんなでですねラストオーダーお時間になってしまいました今日ちょっとカミで後たふたしちゃってたんですけど申し訳ございません、えー、お聞きくださいました皆様今週もありがとうございますこの番組ではメッセージを募集しておりますメールアドレスは761アットマーク FM コザ .jp ファックスは098934-8653お相手は昼から語りバーインコザバーテンダーの中里でした また来週この時間にお会いしましょう。ご来店ありがとうございました。